先発をした、岩助さんからです。何か一言一言ありますか。まあ、楽しく野球できたんでよかったです。ありがとうございます。はい、はい、3回無失点でしたね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、オールドチギの七原さんです。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日の監督代行も兼ねていただきましてどうでしたか。まあ、なかなかみんな集まって試合することないんでいい経験できました。はい、また機会がありましたらよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ黒沢さん、はい、ちょっといいですか。はい、はい、今日のショット、はい、今日のピッチングに関しては、もう反省しかないんで、頑張ります。ナイスバント。最後バント決まりましたね。はい、今日はあのためだけに来たような。はい、ありがとうございました。はい、はい、小宮捕手に聞きたいと思います。お疲れ様でした。はい、ナイスリード。あ、ナイスリードですね。はい。はい、いろんなチームのピッチャーと組めて、楽しくやらせてもらいました。あ、これを生かして古澤の時も0失点に無失点に抑えたかったんですけど小宮ので楽しかったです。いろんなチームの投手と組めて、はいはい、以上です。はい、ありがとうございました。はい、最後にいいヒット打ってそれがつながりまして、はいはい、得点結びつきましたね。はい、何か感想ありますか。はい、いや、久々の野球だったんですけどもうまく打ててよかったです。はい、パナマスリーライン斉藤です。はい、今日はどうでしたか、今日のゲーム。まあ、他のチームの方と一緒に試合するってことはあまりないことなので、とても楽しかったです。どうですか、またやりたいですかね。またやりたいです。ぜひ、はい、お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、先生さん、今日の試合はどうでしたか。まあ、途中堅のチームが合同ということでいろんなものを取り入れられたので本当に良かったと思うので、まあ、これからも生かして頑張っていきたいと思います。じゃあ最後にボールボーイも一緒にいたしますんで、ボールボーイ逃げない、ほらボールボーイ、ボールボーイ、ボールボーイちょっと入れて。はい、はい、カルマ39の二瓶太郎です。はい、今日はどうでしたか、この集まりとか、試合とか。そうですね、やっぱこういう機会もなかなかないと思うので、そういったところでその投げれるっていうのはとても楽しいことだなっていうふうに思いました。はい、今後もこういうのは続けていった方がいいですかね。そうですね、ぜひやっぱりクラブチーム同士仲良くみんなで交流を図って、はい、なんか能力の向上に努められればいいなと思ってます。はい、じゃあありがとうございました。カナマ39の大橋直哉です。はい、今日はどうでしたか。今日はそうです、ピッチングの方はその最初の1イニング目はそんなに良くなくて、ちょっと上から投げててちょっとスピードが出てなかったんですけど2イニング目から修正できたのでとてもいいボールが放れました。カルマ39の中野恭介です。はい、じゃあ飯塚さんの方からご質問があります。質問はない、大丈夫です。今日はどうですか、試合の方で。今日は、いろんな人と、楽しくできたので良かったです。はい、じゃあ今後もこういうのは出場したいと思いますかね。はい、ぜひ参加したいです。はい、はい、で今日はご苦労様でした。はい、ありがとうございました。はい、カナマスリーナインクラブ松崎です。はい、今日の試合の結果、試合のちょっと流れをちょっと教えていただけますかね。今日の試合の流れは5対4でサヨナラ勝ちでした。はい、すごい両チーム行き詰まった戦い方で、そうですね。あれ、ツーランは何回目でしたっけ。9人ツーラン打ったのがツーランホームランを打ったのが2打席目、はい、宇宙間に打ちました。はい、で最後9回がサヨナラ のセカンドの強襲ヒットですね。はい、まあ、そこは、まあ、フライというよりも転がした方が相手のエラーにつながると思って、下に打った結果、まあ、サヨナラに打ったと思います。そうですね、
先発の相手のアンダースローのピッチャーのやっぱり攻略法も考えてて、それが2打席目のホームランにつながったんですよね。はい、まあ、アンダースローということでやっぱり球種というのは限られてくるし、やっぱり軌道というのはもう決まっているので、まあ、その軌道を確かめながら、打席に入りました。はい、分かりました。まあ、今回の交流戦、まあ、3週連続になったんですけどもね、まあ、最後がみんなまた合同でできたということが結構良かったかなと思うんですけどもね、またクラブチームのレベルアップにまたいろいろよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ今日はどうもご苦労様でした。ありがとうございました。